に届けられる活動に私たちも賛同したいなという気持ちです。捨てることにものすごく罪悪感があって、でこういうのを知ってから積極的に寄付するようにしてます。お家も綺麗になってすごく助かってます。人のためになると思ったら、なんか気前よくお片付けができております。皆さん頑張ってくださいね。応援してます。JCB が活動を開始した30年前、ワクチンさえあれば救える感染症で1日8000人もの子どもたちが命を落としていました。世界中の多くの方々の協力によりその数は半減しましたが、今なお1日4000人もの子どもたちが命を失っています。大分トリニータサポーターの皆様には、古着でワクチンの活動を通じて途上国の子どもたちの命と笑顔を感染症から守る私たち JCV の活動に共感いただき、ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。一人でできることは小さいけれども、たくさん集まりその思いが重なれば、その力はとてつもなく大きなものになる。いつでも誰でも手軽に参加できる古着でワクチンの活動は、まさにそれを象徴する素敵な取り組みだと思います。子どもたちの命と未来、そして笑顔を感染症から守る子どもワクチン支援活動、引き続きこれからもどうぞご協力をよろしくお願いいたします。